いつものレトロな趣味部屋ということで、今回は駄菓子屋引き物系第、7弾をお送りいたします。17弾です。はい、こちらですね、天田さんから出されている、多分天田さんでしょ、これ PP カード来ましたね。 PP カードマーチャファイターでございます。はい、正面のカードがですね、ジェフリーで、まあプリズムなんですが、なぜかズボンだけがプリズムというね、どこチョイスしてんねんっていう感じですけども、今日はこのバイチャーファイターを開けていきたいと思います。これも30年前ぐらいですかね。それでは早速1枚目いきましょう。バン、はい、来ました、勇気あきら。これ結構綺麗ですね、カード自体結構ツルツルしてて。ズボンがプリズムじゃなく真っ白でございます。このカードは質がいいですね。やっぱ天田さん質がいいですね。全然他のと違って、バイバイ、いきましょう。バイ、ジュラル。最後のボスかなんかってやったかな、なんか最後のステージに出てきたような気がしますけど、こいつ、はい、来ました、タオパイパイです。タオパイパイ、ラウですね、ラウ、はい、ラウってもうちょっとなんか腰が曲がってたような気がするんですけど、もういいか。はい、来ました、影丸ね。この頭から突っ込む脳天直下の攻撃が僕は好きでしたね。はい、またアキラ。さあ、このカードは出るでしょうか。はい、ジャッキーです。ちょっとアニメになるとスーパーサイヤ人っぽくなるんですね。こんなんでしたっけね、ジャッキー。はい、来ました、またジャッキーさんです。こう裏には必殺技が書いてますね。アレキサンダー、ちょっと覚えがないですね。ほい、あー、アキラさん、あー、パイパイさん、パイパイさんちゃう、パイパイさん、お、嫌ってます。来ました、ウルフ、いいですね。この背景をプリズムにした方がいいと思うんですけどね、なぜズボンをプリズムにするチョイスをしたんでしょうか。そこはよくわかりません。でもまあいいんじゃないでしょうか。もうズボンより背景をプリズムにするのはね。サラ、ちょっとサラとアレキサンダーかぶってる感じですが、あー、ラウ1枚だけかな、1枚だけかな。か、お、ファイター、クイッ、あー、カイマルさん、レオタードが光っております。ちょっと卑猥な感じもしますが、いいんでしょうか。さあ、なぜ背景をプリズムにしないんでしょうか。あ、また来ちゃいましたね、姉妹ちゃん姉妹ちゃん、指定かな。はい、はっ、あー、アキラ、あー、パイですね。残りが少なくなってまいりました。今のところプリズムが2枚とは結構いい感じです。このね、今まで運が全くない私にとってはかなり2枚というのはかなり大勝利です。あっ、はいですね。
これもちょっと、いやらしい感じがします。あら、多いなー、はい。あと3枚。全部くれた。あー、ウルフ。ウルフ。僕言ってた、腰が曲がってた。旬ですよ、旬。こいつですよね、お酒飲んでる、お酒飲んで戦ってたやつ。こいですね。最後に、でも最後に誰がこのおじいさん1枚だけ、全体で1枚しか、これも当たりでしょ、これ。いやー、ちょっと今回はいいんじゃないですか。プリズムが2枚、まあこれをこの表面表紙を合わせると3枚ですけどね。まあ全員ズボンとレオタードにプリズムですけどね。それはもうなんかよくわかりませんけどね。でもまあいいんですよ、これね。いや、今回は良かったですね。さあ、それでは駄菓子屋引き物系第7弾をお送りしました。また8弾をしますので、どうぞ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それではピッコロのレトロな趣味部屋でした。